どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さて、今回も毎週末メンバー限定で行っているリモートデュエルの様子を動画にしてきましたので、ご覧いただこうと思っております。コロナ禍でもカードゲームを楽しむためにはリモートデュエル最適ですよね。リモート収録につき、画像が見づらい、画質が荒い、音声が聞きづらいなどあるかもしれませんが、ご容赦いただければなと思います。いつも通り仲間とフリー対戦している様子でございます。ルールミスや効果ミスなどあるかもしれませんが、温かい目で見守っていただけると嬉しいです。観戦しているメンバーがいますので、対戦者以外が喋ることもありますが、ご了承ください。今回の対戦内容は、画面右側龍が使うデッキはテックジーラスデッキ、そして画面左側メンバーが使うデッキはサイバーダークデッキとなっております。それでは早速デュエル、スタンバイ。そっからいけるな多分。とりあえず幻想のミセラサウルスの効果を発動すると、これはこのモンスターを墓地残り、このターン中メインフェーズ中恐竜族モンスターが効果を受けなかった幻想のミセラサウルスをゲームから除外し、デッキから恐竜族レベル1モンスターを特殊召喚。これによって俺はテクシナスブースターラプトルを特殊召喚、そして僕は手札よりテクシナスギアゾンビのモンスター効果発動、テクシナスブースターラプトルの攻撃力を1000ポイント下げることによりこのモンスターを特殊召喚、そして2体のモンスターでリンク召喚、チューナーを含むモンスター2体、クリストロンファリファイバー、クリストロンファリファイバー特殊召喚成功時効果発動、テクシナスタンクラバーを特殊召喚、さらに僕は手札よりマジックカード141を発動、手札のスターダストドラゴンスラッシュマスターを墓地送り引いてしまったデッキからレベル1モンスター1体を特殊召喚、テクチナスサイキックリフレクター強っ、そしてサイキックリフレクターの効果発動強すぎるいやでもまあ言うて、あのスラッシュマスター1番しか入ってないんで、バスタービーストを手札に加える、そしてバスタービーストの効果を発動、このカードを墓地のクリーバスターモードを手札に加えるぜ、2回も特殊召喚が購入されるのきつすぎるそしてサイキックリフレクターの効果発動、バスターモードを見せてバスタービーストをレベルを3個上げて特殊召喚、そしてレベル7となったバスタービーストにレベル1のサイキックリフレクターをチューニング、集いし星が新たに輝く星となる、控えさせる石まで出境召喚、必勝せよスターダストドラゴン、さらに僕はテックジーナスハリファイバーとテックジーナスタンクラバでリンク召喚、テックジーナストライデントランチャー、トライデントランチャーのモンスター効果発動、テックジーナストライデントランチャーの効果は墓地手札デッキからテックジーナスモンスターを1体ずつ特殊召喚するという効果、テックジーナスタンクラバー墓地が特殊召喚し、手札からスクルーサーペントを特殊召喚、デッキからテックジーナスブースターラプトルを特殊召喚、僕はテックジーナスブースターラプトルにテックジーナススクルーサーペントをチューニング、リミッター解放レベル5ゴー、新規召喚カモン、テックジーナススターガーディアン、そしてスターガーディアンのモンスター効果発動、このモンスターが特殊召喚に成功した場合にテクシナスクルーサーペントを回収できる、僕はテクシナスクルーサーペントを再び手札に加える、そしてテクシナスターガーディアンのモンスター効果発動、手札からテクシナスクルーサーペントを特殊召喚、さらにテクシナスクルーサーペントの効果を発動、テクシナスギアゾンビを特殊召喚、タンクラーバは、テックジーナスシンクロモンスターをシンクロ召喚する場合チューナー以外のモンスターとして扱うこともできる、僕はテックジーナスタンクラーバにテクシナスクルーサーペントをチューニング、リミッター解放レベル5、レギュレーターオープン、クラスターウォームアップ、オーケー、アップリンク、オールクリア、ゴー、新規の召喚、カモン、テックジーナス、ハイパー、ライブラリアン、タンクラーバの効果発動、新規の召喚の際として墓地を送られた場合、優勢トークンを特殊召喚するで、レベル1の優勢トークンに、レベル1のテックジーナスギアゾンビをチューニング、リミット解放、レベル2、レギュレーターオープン、ナビゲーション、オールクリア、ゴー、新規の召喚、カモン、テックジーナス、レッツプロドラゴンクライ、そして、ハンドロー、レッツ、テックジナスハイパーライブライアンの効果、シンクロモンスターが進行召喚に成功したためにカードを1枚ドロー、ラッシュバスターをドロー危ない、よしよし危なかった引かなかった、テックジナスハイパーライブライアンにテックジナススターガーディアンをチューニング、クリアマインド、集い式絆が仲間の魂と重なり合う、照らし出せ俺たちの未来のその先を、アクセルシンクロカモン、チューニングスタードラゴン、テックジナスエキスパンション、そしてテックジナスレシプロドラゴンフライの効果発動、シンクロモンスター1体を墓地に送り、そのシンクロ召喚の素材としたモンスターを2体墓地から特殊召喚できる、再び特殊召喚、見せてやろう優勢、これが限界を打ち破る境地、トップクリアマインド、僕はテックシナスハイパーライブライアンとテックシナスレシプロドラゴンフライにレベル5のテックシナススターガーディアンをチューニング、リミッター解放
レベルマックスレギュレーターオープン。オールクリア。無限の地帯を時空を突き破り未知なる世界を砕け、ゴーデルタアクセスカモン、タッチナスホルバードキャノン。これで僕はカードを1枚セット。今フィールド上にどんな効果を持っているかというと、1枚一応カードを破壊する効果を無効にするという効果、そしてトライデントランチャーのリンク先のモンスターは対象にならないという効果、そしてテックジナスハルバードキャノンの効果によって相手の召喚、判定召喚、特殊召喚を無効にして破壊するという効果を持っている。そして謎のカードが1枚セット。ターン終了。さあ君のターンだ。なるほど。スタンバイメインに行って、よし、うん、相手フィールドにモンスターの相手フィールドのみにモンスターが存在する場合、このカード手札が特殊召喚できる。何？サイバードラゴン。しつこいぞ。テックジラスハルバードキャノンの効果発動、相手の特殊召喚を無効に破壊するクローズサモン。さあスタバストラゴンで無効にするんだ。うるさい、黙れ。この効果の処理後、リバースカードオープン。バスターモード発動。バスターモードの効果によって、うん、テックジラスハルバードキャノンを墓地の振りデッキからテックジラスハルバードキャノンをスラッシュバスター化させる。現れろテックジラスハルバードキャノンスラッシュバスター。なるほど。では手札からサイバーダックローの効果発動。サイバーダックロー、まあいいだろう。このカードを墓地つけてデッキからサイバーダックマホークロック1枚手札に加えることがいいだろう。加えるのはサイバーダックワールド。サイバーダックワールドいいだろう。サイバーダックワールドをその発動、うん、いいだろう。このカードの発動時の効果処理として、透明カードは自分の墓地に存在しないサイバーダックモンスター1体をデッキから手札に加えることがいいだろう。許容。サイバーダックカノンを手札に加える。許容。サイバーダックカノンをの効果発動。効果発動いいだろう。このカードを墓地に送ってデッキからサイバーダークモンスター一体を手札に加えることがよろしい。いいだろう。もうやめてくれ、僕のモンスターを吸収するのやめてくれ。サイバーダークモンスターしか差し引くのか。もうマジでコア召喚だけやめてくれ。もうコア召喚で苦しむのはリンクスだけでいい。コア召喚で苦しむのはリンクスだけでいいんだ。サイバーダークキメラ。サイバーダークキメラ、あ、いいだろう。サイバーネキックホライゾン発動。いや、なんだっけそれ。手札およびデッキからそれぞれ一体ずつドラゴン機械のサイバーモンスターを墓地に送って運び、また来る。同じ効果は一体ずつなんです。手札からキメラ、そしてデッキからペグツ。やばい。やばい、また来るよ。助けて、助けて、ユウセイ助けてくれ。ユウセイ、ユウセイ助けてくれ。で、エクサデッキからサイバー融合モンスター一体を墓地に送ることができる。何？送るのは？なんて強いんだ。サイバーエンドドラゴン。なんて強いんだ。墓地に送られたペグツキミラの効果が発動。何？キミラの効果でデッキから同盟が墓地に存在しないサイバーダークモンスター1体を墓地に送ってサイバーダークキールを墓地に送る。許容。でヘルツの効果でデッキからサイバードラゴン1体を手札に加えることが許容。いいだろう。1体目のサイバードラゴン。あーもう、おーくそー。このカードは相手フィールドのみにモンスターが存在する場合、フィールドから特殊化することができる。クローズサモン消え伏せろ。ゲームから除外させてもらう。丁寧にサイバードラゴンの召喚条件毎回読み上げると僕は好きです。いいところだから彼エマージェンシブタイムは発生。やばい。やばい。やばすぎる。やってることやばすぎる。マジであのデッキ手数多すぎなんだよな。嫌です、嫌です、嫌です。効果発動しないでください。効果発動しないでください。ターンエンドしてください。ターンエンドでサイバーロードフェイスだけやばい。やばいぞユウセイ。なんだ優勢その機械族モンスターは、知らないぞ。サイバーダークワールドの3つ目の効果発動。連携陣が発動できる。サイバーダークモンスター1体を召喚できる。ああ召喚権増える。サイバーダークキメラを召喚。やばい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 。やばい。手札から魔法カード1枚切ってデッキからパワーボンドを差し。ああまあそれはいい。そんならどうでもいい。そんなのはまだどうでもいいんだ。その効果の発動を一度だけ墓地のカードも除外して融合素材とすることはなんだって。おいフュージョンサポート使えよてめえ。何言ってんだよ、おかしいだろ。コアと相手フィールドの機械族モンスター2体で融合。これおかしいよ、おかしい。絶対絶対おかしい。その効果絶対におかしい。許容できない。その効果に関しては召喚条件はサイバードラゴンと機械族モンスター。おかしいよ。どうしてだよ、どうしてだよ、どうして、どうしてだよ。ここで2体でリンク召喚ミリオンキャリア、パワーボンドを発動。
やばいよ。もうリボスラインすることはいけない。やばい。助けて。ハイバーダックモンスター5体。どうしな、ユウセン。これが君の望んでいた未来なのか。これが君の望んでいた未来なのか、ユウセン。ハイバーダックモンスターを使用した。効果はすごい。ボスのモンスター1体を装備することができる。サイバインドドラゴンです。てくれ、ユウセン。ミニオンキャリアの効果と同じスロープが属性のモンスター1体を装備することができる。おい。最高はドラゴンで。おかしいだろ。特殊召喚2回止めたいんやぞ、俺。なんでこんなことが起きているんだ。誰やねん。お前誰や。そして、サイバインドドラゴンを装備した。自分のレベル2段サイバーダークリゴンモンスター1体をリリースして、そのカードは特殊召喚。何？外交流サイバーダークリゴンモンスター。やばいの来た。やばいの来た。気候はなんとかの効果。気候はなんとか。このカードはこのカードを除外、墓地から除外することで、墓地の攻守と同じモンスター1体を特殊召喚することができる。攻守が2000のサイバーダークネスドラゴンを特殊召喚。なんて強いんだ。効果発動、墓地のサイバーダークエンドを装備、同じ召喚条件でまた特殊召喚。お外交流サーバーサイバーダークネスドラゴン2体目。出てきすぎなんだよ、君。そして、このカードは1対1で発動を得て、自分相手の墓地のモンスター1体を選んで、このカードに装備する。迷惑じゃない迷惑じゃないそれ。それ迷惑じゃないマジで。それ迷惑なんだけど、ふざけんなよ。2回目のサイバーダテンドラゴンが装備するのは、テックジニアスハルバダキャンスラッシュバスだ。そう迷惑すぎるだろ。あまりにも迷惑だろ、それ。5000で、サイバーダテンドラゴン5000で。やばい、おかしいよ、頭おかしいって。あ、違う、間違えた、こっちはねえ、ちょっと待って、動揺して間違えた。1500ポイントの大ダメージを受けるぜ。ドゥブワー。さあ、スターダストドラゴン。さらに2体目のサイバーダークエンドドラゴンで攻撃して5000。お、よし、生き残ったか。ふぅ、危ない。サイバーロードシューター。いやヤベえ、ヤベえ、このデッキ。やばいうわー、やばすぎる。